こんにちは、杉浦です。今回はですね、ちょっと変わったものをご紹介したいと思います。これになります。 HDD を外付けに、これロジテックっていうところが出しているものなんですけど、まあ他のメーカーでもあるみたいなんですけども、これどういうもんかっていうと、まあ、この前ですね、私のパソコンが1台壊れましてですね、そのデータをちょっと取りたかったんですけど、したらこういう方法がありますよっていうのを教えていただきました。それがまあどういうことかっていうと、このですね、これパソコンの中に入ってるハードディスクなんですけども、この中にデータがずっと記録されてて、でこのデータをまあ読んだり書き込んだりしながらパソコンって動いてます。でそのデータをですね、使いたい時にこのハードディスクをですね、パソコンから取り出して、今度これに部品をつけてですね、こう USB でつなげば、このハードディスクの中のデータが読み込めるっていう、すごい便利だなと思ったものなんですね。でこれこういう風になってまして、ハードディスクにこういう風に差し込んで、あとまあこういう電源もあるんですけど、電源もですね、こういう風に差し込んで、こうまああと USB につないで、ここのスイッチをですねオンにすれば、この中のデータをですね、まあ言うたら USB のこういったですね、あの USB と同じようにですね、この中のデータを読み込むことができるようになります。まあ、パソコンがですね壊れてもですね、これさえ取り出せれば、中のデータをですね使うことが可能になりますんで、もしパソコンがね壊れてもですね、もうしょうがないなと思ってパソコンを捨ててしまうんじゃなくてですね、パソコンの中のですね、このハードディスクをまあできれば取り出してみて、こういうやつでつないで使ってみるっていうのも一つ手だと思いますので、もしパソコンが壊れて困ってる人なんかはですね、これ使ってみてもらえたらなと思います。私はものすごく助かったんで、これで値段もですねそんな高くないんで、まあ3000円か4000円かそんなもんだったと思いますので、まあパソコンが壊れたからといってそのデータを諦めてしまうんじゃなくてですね、こういうもうハードディスクを取り出して、これでつないでデータを取り出すっていうことを試してみていただけたらなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。